お父さんから聞いた話です。お父さんが高校生の頃は山岳部に入り、高校最後の夏、部活で北海道の大雪山に登ったそうです。天候も午後から霧かもしくは雨になる。ということで、ナップザックに食料や水、登山靴にレインウェアを着て、集団で山に登りました。そして山の中腹あたりで、針で切ると風が強くなり、板物金で待機することに。すると下の方から、助けて、と声がしますよ。なんだろう。と見てみると、そこではゴミ袋を切ってレインコート代わりにして登ってるおばちゃん集団でした。靴はそれこそ、足で履くような靴で、手さでバッグで山を登ってました。あなたたち黒でしょ。助けてちょうだい。と叫びながら近づいてきました。帰った方がいいですよにも、ここまで来たから登りたいというので、登るときは列の真ん中にしてはぶれないように山を登り、頂上まで同行しました。頂上まで来れた。よかった。と、感想ばかりで、感謝の言葉はなく、持ってきた食料を分けてあげ、帰りも同行と納得のいかない最後の登山だったそうです。